はい、皆さんこんにちは、ペーストでございます。スーパー野球道15回目ですね、やっていきたいと思います。現在11勝3敗ということですね。なんとか首位をキープしております。勝敗表ね、見ましょう。はい、こんな感じです。1ゲーム差に巨人が追いかけてきております。じゃあいつも通りちょっと2軍の選手との入れ替えですね。で、今日はよいしょ、川尻さんですね。あ、グレンまた調子落としてる。新庄さん上がんない。あ、亀ちゃん上がってきたけど、あ、この2人がね、なんとかならんかな。北川さん上がってきたのがちょっと嬉しいですね。あ、他は入れ替えるあれがないですね。平尾さんはセカンドもいけるんですね。本当はね、平尾さんとかバンバン使っていきたいんですけどね、この頃の若手の選手ですね。まあいいでしょう。はい、よいしょ、トレーニング。丸山さんってなんだっけ。あー、守備走塁の選手か。お母さんがライトの守備なんとか物にできるようにしたいですよね。上がっていくはずなんですけどね、基本は。上がんねー。投球、久保さん38なんですね、この頃。兄さんも34。まあこんな感じですね、トレーニングは。新庄さんが上がらないよーっていう感じで。ちょっと石峰さんの体力が落ちてるんで、レフトは、レフト、八木さんにしよっか。で、関川さん落ちてる。困ったね。ショート。平尾さんでいいかな、8番で。柴山さん、あ、そうか、亀ちゃん、レフトは D なんですね。本当はね、和田さん休ませてあげたいのは正直なところなんですね。どうかな、星野さん。あんまりね、打つイメージないんですよね。決めました。こうします。で、和田さんちょっと3番に持ってきて、クール、あ、間違えた。クールローテ
と高波さん入れ替えて、で6番クール号、7番ヤギさん、8番北川さん、これでいきましょう。ちょっと左、左右、うん、そうですね、ちょっとグレンさんは我慢して使いましょう。はい、行きましょう。ドライバー、なんとかね、勝ち越して終わりたいですね。巨人がね、この裏の試合になると強いんですよね。つながるかどうかはまた別の話ですけどね、打線が。ああ、ピッチャー吉井さんだ。あまりね、ちょっと球数でもボール多いね、見てたら。でもナイスピッチですね。選球眼はいいんでね、そんなに打率は極端には下がらんと思うんですけどね。ハマりましたね、檜山さんの右中間のあたり。グレンがす、あー、ここでクールボー三振か。はい、八木さんナイスヒット。あー、先制点取れましたね。北川さん、おー、帰ってくる。あー、帰ってくる。あー、帰ってきた。まあ、川尻さんは仕方ないですね。カメちゃん頼むよ。あー、フォアボール。で、高波さん、おーやる、調子いいだけあって。で、和田さん、おー、あー、惜しいね。3点、あ、4点取った。で、4割打者大回り。もう完全にあのこの3連戦でオマリーさんの調子を上げてしまってる感じですよね。あ、フォアボールだ。逆にちょっとミューレンさん調子を落としてる感じですよね。三振多い。まあ、ヤクルトは下位打線がそんなに強くないので、このゲームに関してはたまにこの池山さんの一発があるぐらいかな。フォアボール多いよ。ああ、よかった。ああ、ダメだこりゃ。ああ、いった。ああ、行きました。檜山さん2号。タイム。アウト。エアギさん。あ、抜けた抜けた。打球止まりましたけどね。アウト。チェンジ。アウト。もう多分これ
メンバー固定でやってたら絶対ここまで勝てないですよね。もう調子が見えて分かるような状態だったら誰も監督本当は苦労しないですもんね。ボール多くない？これもフォアボールか。うわー、ちょっとリリーフ作ろう。リリーフ作りますね。前回カクリさんが投げたユミナガさん、この感じか。古水さん66、あ、古水さんの方が、ね、田村さんちょっと調子悪いんですよね。井上さん、田村さん、カクリさん、古水さん、この4人のリリーフを今回は作ります。あとは延長用。センターオーバー扱いなんですね。またオマリー打率上げましたね。ベンチ、はい、よいしょ。ブルペン、あー、まだ D か。うわ、カジさんヒット打った。調子悪い。はい、出来上がってましたね。 B ぐらいでいいですね。 A になると結構体力減ってるんで。あー、高波さんいいですね。和田さんデッドボールで、あ、危な、ホームゲッツかと思った。わあ、綺麗なヒット。完全に両外国人がブレーキになってる。ああ、吉井さんノックアウト、7点目取られて。うわ、ビシッと決められた。一応流れ止まる的なとこありますよね、リリーフ出すと。油注ぐっていうのはまだ見れてないですよね。さあ、川尻さんラッキーですね。こんだけボール球バンバカ投げてるのに勝ち投手なれそうですね。そうですね、3点4点ぐらいまでは見れそうですよね。ごめんなさい。さあ、タイガースは北川さんからです。これね、使い方によってはすごい北川さん化けるんですけどね。ごめんなさい、変な笑いしてしまいました。カジさん2安打。今回は高波さんダメでしたね。まあ、とこでヒット打ってくれてるんで全然文句はないですね。ピッチャーにフォアボールだけやめてと思ってたら出しちゃいましたね。1、2番そんなにね打率高くないんでね、心配はしてないんですけど。あ、よかった、クリーンアップの前にランナー溜めなくて。ちょっと次の試合はあれですね、セカンド要因考えないとダメですね。あ、グレンさん久々にヒット打った。Right.
クヒアーサル鋭い打球を、あとはこの人ですね、クルボーさん、ありゃもう8点取れたから多少は我慢できますね。ああ、ええ当たりするねー、お森さんは。三振取ったの大きいな、思ってたらミューレンにフォアボール。ああ、これは追加点か。追加点とは言わないですね。まあ一応追加点ではあるんですけど。あら、あ、ナスとはこの回ですね。ピッチャーですから、あー押し出し、あーよかった、振ってくれた。おーカージーさんボロボロですね、変えちゃいましょう。はい、耐えた。まあちょっとチャンスじゃないですけど、まゆみさんでいきましょう。よし、走らせよう久々に。で、ウェイティング、はい、お初盗塁、やっとセーフになった。誰行こうかな、6回まで頑張ってくれましたからね。まあ点差あるから、うん、井上さんで行きましょう。うん、ノーアウト一塁二塁、あーこれはやばいかな。4点目、これ三振しそうな感じですよね。あ、そのテープなかった。あ、ダメダメダメ、変えちゃいましょう。これはもう暗黒時代にありがちなパターンですよね。はい、田村さんお願いします。あれこれはついてないな。なんでセカンド投げるかな。ああそうそう、普通こうですよね、4-2-3ですよね普通。
うわ、3点差になってしまった。バッターアウト、アウト。もうちょっと追加点は望めん感じですね。チェンジ、田村さん任せようか。ちょっと代打構成ですね、ヤクルトの方は。あんま調子よくはなさそうですよね。なんとか頑張ってはくれてますけど、これだけいいとこでゲッツー取りますね。で、土橋さんも調子上げてきてるんで、2345は、ああまあ、ちょっと調子落としてるから234が怖いかな。タイム、ああ高津さん出してきましたね。これ突き放すようでしたらもうセーブつかなくなるんで続投ですね。そのまんま田村さんので3点差でしたね。3点差になるので風呂水さん出してセーブつけましょう。はい、ベンツ、リリー、風呂水さん、オマリさんか。オマリさんが4割2分よりすごいですね。ガイガイ、ルミゾさん未だに無失点でしたね。ゲームセット、ナイスセーブです。あー連勝しま、連勝、あそうですよね、試合目だけ負けたんですよね。で、15試合終わって、12勝3敗ということですよね。さあ最後ニュース見て今回お別れにしたいと思います。古見戸さん早くも7セーブ、ほらね、また巨人勝ってるでしょ、かわいいニホームランです。あ、近鉄パウル、じゃあ、なんか記憶が、これあれですよね、長谷川さんって、あの前も言ったと思うんですけど、エンゼルスに行った長谷川さんですよね。うわー、西武塩崎さんです。日ハム山原さんってピッチャー知らんな。あ、ロッテは抑えの川本さんで負けた。はい、ということで、一応節目になりました。15試合目でしたね。まあ、一応ちょっと勝敗表を見て最後終わりにしましょうか。こんな感じですね。12勝3敗でなんとか勝率を、すごいな、8割になるんだ。首位キープしたまま残り半分という形になります。暗黒時代の阪神を救えるかどうか、まだ残り半分ということですね。では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。